サイドを変えようとしたボール、七が拾った、中に行く、コムタ、少しトラップが流れたところ、シュート、鴨志田自身の J3100 試合目を祝う今シーズンの初ゴール。相手のミスを先制ゴールにつなげました福島。ベテラン鴨志田の今シーズン初ゴール。相手の組み立てを鴨志田、七が拾って最後は鴨志田。